高知市のジーンズファクトリー卸団地本店に登場したのは、大阪出身の絵本作家、弥勒真知子さん。高さ 1.8 メートル、横 4.5 メートルの巨大なキャンバスをしばらく眺めると、手のひらを使っておもむろに制作を開始。感じるままに即興で描くライブペインティングです。高知市出身の音楽家、園部信和さんの生演奏が弥勒さんの感性を刺激します。弥勒さんは2012年絵本狼が飛ぶ日で日本絵本賞大賞を受賞。2019年に活動拠点を鹿児島県の奄美大島に移しました。生き物を躍動感たっぷりに描く作風が注目されています。おととい行われたこのイベントは、ジーンズファクトリーの創業40周年を記念して開かれ、事前に予約した70人ほどが不思議な世界に迷い込みました。お題はなくて、本当その時その時音楽を聴いて感じたこととか、子どもの話し声とか、風が強いなとかが入ってくるので、本当即興ですね。暗闇の中に咲いたピンク色の花は5分足らずでぐちゃぐちゃに。手で色を塗り重ねるだけでなく、ビニールを使ったり、画材を容器から直接垂れ流したり、多彩な表現方法で色を塗り重ね、1時間半かけて作品が完成しました。生き物なんだろうってすごく想像力をかき立てられるというか、いろんななんか動物が混ざり合ってる風で、なんかすごく弥勒さんの頭の中を覗かせてもらったような感覚になりました。なんかどんどん変化していくんですけど、なんかストーリーが出来上がっていくような、そんな感じで、自然の中で何かいろんな動物がこううめいているっていうか、なんかそんなすごい世界観がありました。高知の人の顔がたくさん思い浮かびました。これから雨が来るのかなとか、そういう時に見えてくる小さな生き物が私にはたくさんいるんですけど、それをこう捉えながら、心を映し出す作品のようなものが作っていけたらいいなと思ってます。弥勒さんの作品は準備ができ次第、ジーンズファクトリー土佐道路店の店内に常設されます。